佐田啓二、1940年代後半から60年代にかけて活躍した俳優だ。女優の中井貴恵さんと俳優の中井貴一さんの父親でもある。しかし1964年8月13日、彼の人生は突然終わりを迎える。 NHK ドラマ虹の設定の収録のために家族を別荘に残し出発する途中で交通事故に遭う。山梨県深崎市で車の運転手が前の車を追い越した際、横滑りを起こし佐田さんの乗っていた車は今宙に激突、さらに跳ね返され、追い抜いた車も衝突する大事故が発生した。佐田さんはこの事故で頭の骨と腕を骨折し、すぐに病院に運ばれたが午前11時過ぎに死去。彼の子供たちは当時7歳と2歳半だった。この事故で運転手を含め4名が巻き込まれ、運転手は頭を打ち2ヶ月の重傷。スポーツ記者の新吉さんが顔の骨を折り1ヶ月の重傷を負った。2022年には喜一さんがこの事故が運転手の居眠り運転によるものだったことを告白した。佐田さんの葬儀は8月22日に青山葬場で行われ、芸能関係者や一般のファンなど1000人近くが列した。